5月17日の情熱大陸は所ジョージ今お家でどう過ごしていますか情熱大陸 YouTube チャンネルをご覧の皆さんこんにちはナレーターの久保田仁です今私はこの動画を自分の部屋で録画していますと申しますのも 普段ナレーション撮りは当然スタジオで行うんですが新型コロナウイルスが蔓延する中で多くの人が集まるのはどうだろうということで私は自宅で録音することになりましたそしてまた情熱大陸の YouTube が開設されたということで今回は普段やっているナレーションの状況を少し皆さんにご紹介しようかと思いますここにですね台本がございます これが情熱大陸のナレーション台本です。初めてお見せするんじゃないのかなこれはですね、5月3日に放送された天ぷら職人の近藤文夫さんの会の原稿です。ここに数字が書いてありますね。0002-0018-0030。これは秒数が書いてあるんですねで。この秒数で読みなさい。2秒でこのコメントを。 18秒にはこのコメント。で30秒にはこれを。ということになってるんです。まあ今日は映像もないし音楽もないし、まるっきり素のナレーションなんですが、聞いてみてください。その職人が作る天ぷらは、50年の経験に裏打ちされ、緻密な技巧が施されている。そして今なお、追随を許さない。天ぷら職人、 近藤文夫。天ぷらは脂っこく胃もたれがすると敬遠する向きには、その先入感が覆されるだろう。薄い衣は近藤が行き着いた答えだった。だが、未知なるウイルスの蔓延は試練の始まりだった。ここでたじろぐわけにはいかない。天ぷらのレジェンドは腹を決めた。 まあ途中ちょっと抜いて読みましたが、ここで録音したものが放送されるわけです。まあこういった状況をお知りになってから番組をご覧になるとまた違った感じを受けられるかもしれませんね。ぜひご覧ください。ところで私事なんですが、せっかくマイクがあって自宅で録音できるんだったら、その声に関するものを YouTube にアップしようと。私も YouTube チャンネルを開設いたしました。 えー、チャンネル登録をしていただけるとやる気が出ます。えー、一生懸命上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ところで、今は本当に厳しい状況で、ステイホームで何かリラックスできることはないかとお探しの方もいらっしゃると思います。そこで一つ提案なんですが、本をですね、声を出して読んでみる。音読というのはいかがでしょうか。まあ、声を出すというのはもともと体にいいことですし、 呼吸も非常に使えますしね。新人代謝が良くなるかもしれません。それに、音に出すことによってその情景がより際立つということもあるかもしれません。ぜひおすすめします。この状況がいつ改善されるのか、まだわかりませんが、必ず収束する時は来ます。それまでは我慢をして、また自分にできることをやって、その時を待とうではありませんか。一緒に頑張りましょう。 なんて、ちょっと偉そうなことを言いましたが、これからも情熱大陸よろしくお願いします。ありがとうございました。